おはようございます。今日はですね、茨城県茨城町にあります森の蕎麦屋さん、このお庭を見てほしくてね、また美味しい蕎麦もね、皆さんにご覧いただくつもりでやってきました。まだオープン前で、10時40分ぐらいですかね今で、まあ前撮りでね、お庭をちょっと誰もいないとこを撮りたくて来ました。で、11時半からお蕎麦屋さんオープンです。今ね、これから庭をちょっと散策したいと思いますんでね、今日は皆さんにゆっくりとね、このお庭を見ていただこうと思ってます。はい、けんちんはないんですもんね。盛りそばと天盛り、お一つ、はいはいはい、お願いします。はい、これをさ、お待ちとさいます。いただきます。はい、ありがとうございます。いただきます。うん、いやー、これ本当にうまいわ。鹿沼さん日光さざれ初めて知った。うん、もちもち感、甘み、香り、なんとも言えないね。
じゃあ天ぷらをね、今度少しいただいてみます。まあこの場合はね、抹茶塩で食べるってことなんでね、抹茶塩でいただきます。春だね、やっぱりね、タラの芽ね。あと大好きなね、さつまいも。熱々で。サクサク。漬物はね、白菜だけで。じゃあお蕎麦もね、もう一挙に伸び伸びいただいちゃいましょう。おいしい。あー、美味しかった。ごちそうさまでした。とても美味しかったです。1枚食べたくと、もっと食べたいね、これは。もう1枚頼んじゃおうかな。すいません、もう一枚いただきますか。もう一そば、もう一枚。すいません。あ、はい、よかったね、おそばだけで。じゃあ、はい、すいません。ありがとうございます。もう一枚いきました。美味しいんでね、2枚目いきます。なかなかこれだけ美味しいそばないわ。さっきはね、写真撮影してたから多少伸びたけど、これはもう写真撮影ないから。かみまにこんな美味しいそばが合うとは思わなかった。こっちでもこっちだ。それぐらいになっちゃった。ごめん。
この会社はうまいね。もう終わっちゃうよ。なんて美味しいそばだったの。ごちそうさまでした。蕎麦湯をいただいそばにて綺麗にいただきました。漬物もとても美味しいです。きゅうりと白菜、キャベツかこれ。キャベツだ。美味しいおそばでしたね。おかわりしちゃった。本当に美味しいそばだった。こんな形で。いいお店を探そうと思って、やっとこれがあって、あとね、溝に行け、テナントでやってるんですが、美味しい蕎麦屋があるんですよ。あとは俺の違いうまいかな。いや、あのね、ご主人謙遜してましたけどね、私びっくりしました。本当に美味しい蕎麦で、いやで、蕎麦は粉は作ってもらうからしょうがないんだけど、水は自分らでやってくから、あのうち勉強になりました。そ、ね、このさざれそばっていうのには、うん、でね、やっぱりあのもちもち感出すように一生懸命やってるんですよ。こう練りで、やっぱり練りですか。練りです。私ももう腱鞘炎なんですけど、ここはね、こうやってここで押さえてこう2つでこうやってやっぱりそうですか。あのね、あの私も失礼だけどいろんなおそば屋さん行っても、重さを感じないんですよ。だから私も手は痛いんですけど、今度自分がサブるかサボんないかで美味しいそばができるかできないか分かるんで、まずはでも一つは一番の問題はいい材料を仕入れないと、そうですね、いくら腕が良くても美味しいそばできないっていうのはよく分かるんです、赤身とトロでは取るのがうまいんだから全くね、よく分かってますよ。本当にそうですね。この庭は本当に一人でやってるんです。
そうですか。で、そのそばを提供している人がプロのゾーン屋ですごい人なんですよ。箱根で30億のくらいのホテルをやって、で、食材だけ6000万の受け取りで。で、となったら今度は今年は反対側に30億のホテルが建ってるんだ。1泊20万だ。やっぱりここもそうですよ。そういう意味ではね、私、いやとにかく春夏秋冬を楽しめる庭だなと思って、まあ、今回はね、あの新緑を楽しみに、あ、来れてよかったなと思ってね、ちょっと早いかなと思ったけど、これだけ芽吹いてると、茂るよりもちょうどいいかなって。一番ね、朝緑して一番いい時なんです。そうですね。あと1週間くらいはいいと思うんですよ。そうですね。1週間10日は。そんな感じします。あとはね、やっぱり、あのまるっきり茂った森もいいですけど、あとは紅葉の時期、あと枯れた雪の降った日、ね、なんかは最高ですね。でこれ作るテーマは癒しの空間なんで、まあ、あの余計なこと言うんですが、この小さい砂利、これを川に見立てて、でその周りにあの石がありますね、これは川の中の中洲っていう表現。あ, ですね、でああいうところに石が時々こう10個くらいこう頑張って、はい、落ち込み石って言って山から崩れてくるは来る岩は川の前で止まるんですよ、それが落ち込み石って言うんですよ。あ、でそういうことで、なんかね、あの栃木の高田さんっていう造園屋なんだけど、なんか俺結構知識あるみたいで俺本当の素人ですよ、これ初めてこれ作った庭です。だからやっぱりお蕎麦、単なるお蕎麦だけじゃなくて、この庭作りも全部あのご主人の思いやらお蕎麦屋さんへの気持ちやら、まあ、人生観そのものも全部伺えちゃいます。だからちょっとやってることは違うんですけど、私もご主人のが少しあの同じくらいですかね。私いくつですか？27年生まれなの。あ、俺17年だから。俺80、今年で2です。そう、先輩ですね、遠いぐらいかなとは思ってたんですけど、だいぶ先輩ですね。俺は結構スキーも滑ってるし、今も芸人滑ってるんですよ。じゃあ先輩を見習って私も、まあ、できたら、まあ、65から始めましたけど、あと20年できますね。90まではやりたいな。90くらいまでね、そんなぐらいまでは本当に皆さんに喜んでもらうね、いい蕎麦をやりたいなと思って、今日はいい、本当にいい勉強になりました。いや、せっかく今からこの青いとこがね、赤くなるんですよ。で今ちぢれてるけど、そんな風にこの実がね1センチ5ミリくらいになって、はい、すごい木なんですよ、はい、もう一回あれ、熊谷草、熊谷草、はい、なかなかないんですね。これなかなかないですね。いや、これは、あの老神温泉、吹き晴れの滝、ああ吹き晴れの滝、あそこのとこのおばちゃんに、はい、あの譲ってもらったんです。ああ、そうなんですか、うん。でこれがね、これも謎と、これ山柿なんだ。柿ですよね、こう。この肌を見るとね。山柿でこのくらいで、で僕、植えた覚えないんです。で鳥が持ってきて落としてる。あ、で木はね、350本あるんです。全部だよ。こういうの、全部大きいのも小さいのも入れて、こんなのも入れて。こんなの入れるともっとあるかな。で、楓がこう。今ね、ご主人ともちょっと最後にお話しさせていただきました。本当に今日はあのこんな綺麗な庭をね拝見しながら、またとても美味しいお蕎麦をね、いただきました。本当に、余計な感想はいらないです。美味しかった、それだけです。皆さんにもね、ぜひ本当に足を伸ばして来てもらいたいお蕎麦屋さんですね、森の蕎麦屋清右衛門さん、まあ本当に美味しいそばでした。ぜひ私の YouTube をご覧になっているゲストの皆さん、ぜひここを訪れてみてください。もう庭は絶品です。そばもうまいです。ぜひ来てください。では今日はこの辺で、さよなら、ありがとうございました。